ことカメラ男のコ,スプレコミックマーケットは日本全国の映画館で映画本編の直前に上映されている CM である2007年8月30日の映画の盗撮の防止に関する法律施行2ヶ月前の6月30日より映画館に移行実行委員会の映画盗撮防止キャンペーン啓発 CM として上映開始された当初は2015年まで 公開予定としていたが、その後も継続している。ディレクターは、役も祭事。映画の盗撮を行っている人物、カメラ男が逮捕されるというパントマイムとともに、ナレーションで劇場内での映画の撮影、録音が犯罪であることを啓発している。2010年3月からは、ダウンロードや放課に合わせた第2バージョン。2012年11月からは、 違法ダウンロード刑事罰化に合わせた第三バージョンに切り替わり2014年10月からは登場キャラクターの衣装などを一新した第四バージョンの上映を開始した朝鮮語のテロップが追加されたものが上映されている2020年7月からはダウンロード刑事罰化が浸透したことや外国人の映画鑑賞者の増加 A 輪のレーティングをよりよく知ってもらう意図から第5バージョンの上映を 開始した。出演依頼や、タイアップ、商品化のオファー CM 上映以後、カメラ男へのバラエティ番組からの出演依頼や、タイアップ、商品化のオファーが寄せられたが、映画業界から見れば、悪のゴンであり、おちゃらけたイメージにしたくないとの理由から当初はすべて、断っていた。しかし、カメラ男を演じていたダンサーの大木が2013年1月28日放送の、 森田和義アワー笑っていいともに出演し、テレビで初めて素顔とカメラの被り物を装着してのダンスを披露した。以降はカメラ男を演じた人として大きがいくつかのメディアに出演している。商品化、SNS での露出2014年にはカメラ男や彼を逮捕するパトランプ男のアクションフィギュアが発売されるなど商品化も行われるようになった。また、 同年7月1日より、今までご迷惑をおかけした罪滅ぼしに映画業界を盛り上げるため、この度、獄中からつぶやくことになりましたとして、カメラ男のツイッターアカウントが開設され、2015年2月27日にはカメラ男が調子に乗っているという噂を耳にするようになりましたので、私もツイッターをはじめ、彼を監視することにしましたとして、 パトランプ男のツイッターアカウントも開設された。カメラ男頭がビデオカメラになっている背広姿の男。俗に映画泥棒と呼ばれるのはこのキャラクターのことを指す。スーツは黒の二つボタン。黒い細ネクタイを締め、白い手袋をはめている。上映中の映画を盗み取りしようとするが、最後はパトランプ男に逮捕される。 第3バージョンではパソコンで違法ダウンロードもしたため、同じく検挙される。第4バージョンで新衣装となった。黒と白だったスーツとシャツがネイビーになり、胸にチーフを飾るなど、よりオシャレになっている。パトランプ男第2バージョンより登場。頭が赤のパトランプになっている男。4つ、ボタン4つポケットのジャケットを着用。赤いネクタイを締め。 白い手袋をはめている。映画の盗撮を取り締まるためパトロールをしており、カメラ男を取り押さえる。第4バージョンで新衣装となった。ジャケットの袖に左右それぞれ異なる文様のセキュリティエンブレムが付き、他にも細かな装飾が増えている。女性、第2バージョンのみ登場。映画盗撮を行うカメラ男を唖然とした顔で見つめていた。 また自らも違法ダウンロードをしたため、パトランプ男に注意される。ポップコーン男第4バージョン以降に登場。頭がポップコーンになっており、自らそれをつまみながら映画を見ていた時にカメラ男に遭遇した。感情が高ぶると頭のポップコーンが飛び出す。ジュース男第4バージョン以降に登場。頭がストロー付きの紙コップになっており、 ポップコーン男と仲が良い模様で一緒。また、自らもタブレット端末を使って違法ダウンロードをしたため、パトランプ男に取り押さえられてしまう。ルパン三世2014年8月30日公開の実写映画、ルパン三世の上映直前に、同作品とコラボレーションした限定バージョンが上映された。この中では、本編でルパン三世役を演じる小栗旬が、 カメラ男に噴しているマイクポップコーンジャパンフリートレイが販売するスナック菓子マイクポップコーンとのコラボレーション動画が2014年9月に公開された。名探偵コナン2015年4月18日公開の映画名探偵コナン豪華のひまわりの上映前に豪華のひまわりの前映画泥棒と題した限定バージョンが上映された。 江戸川コナンが映画館内でカメラを持つ人影を違法行為に対する処罰内容を指摘した上でカメラ男だと見破るとカメラ男に噴していた回答キットが正体を表し回答キットから動画や音楽の違法ダウンロード行為に対する処罰内容の説明が行われた後江戸川コナンと回答キットがノーマ魔ー映画泥棒とのセリフで締める。なお、ジュース男や ポップコーン男も冒頭に登場する。ソフトバンク2018年10月20日より放送のシラトやシリーズの CM でスマートフォンのデータ容量を奪うギガ泥棒子とスマホ男が登場。パトランプ男も登場しスマホ男を捕まえる。映画刀剣乱舞2019年1月18日公開の映画刀剣乱舞とコラボレーションしたマナー CM を制作。 本作の演出であるヤクモが監督を務めたことにより、コラボレーションが実現した。マナー CM は週替わりで3種制作。パトランプ男の代わりに、刀剣男子たちが映画の盗撮を取り締まるといった内容である。劇場版、マクロスフロンティア、サヨナラの翼の特典アニメのセルソフトには、特典として、上映に使用したフィルムの断片が封入されることが、 多いが、2011年10月発売のアニメ映画、劇場版、マクロス・フロンティア・サヨナラの翼の BD には、アニメ本編ではなく、ノーモア映画泥棒のフィルムが入っていたとツイッターの、つぶやきで報告する購入者が続出した。当初は、外れ扱いされていた、このフィルムであるが、インターネットで話題となったために価値が上がり、インターネットオークションでは、 本編の人気キャラクターが映っていたフィルムと、ほぼ同レベルの9610円の価格で落札された。映画監督の樋口慎治は、ノーマー映画泥棒は、映画本編と直接つながってプリントされているので、特典が本物の上映用フィルムの証拠であるとコメントした。ただし、第1バージョンでは、サイレン音に重なって赤い光がひらめく場面がある。 実際にポップコーンを食べていたのかは不明。ありがとうございます。